部長です。紬だよ。ここは台座のところをクリアしてあったみたい。前回はこの上にいる教練に話を聞いたところまでだったと思うが、念のため話が終わってるかは見てこないと。それがいい。さてどうかな。なんか終わってそうだな。進行状況の方は問題なさそうだね。それでは進んでいくか。ここから上はもうなさそうだし、さらに左に進めることになるんだろう。そうだね。とこんなところに、なんだろう、教霊の一族の時空扉が起動された。森の秘境まで転移できるようになった。どこに転移しますか。これで一気に村まで移動できるようになった。一度戻るか。うん、今はやめとくよ。ちゃんとここまで戻ってこれるか心配だし。一方通行の可能性はあるな。またここから探索だね。一旦 HP は満タンだな。気をつけて進むよ。いきなり面倒な敵だ。やはり正面はダメ。プラ取った時に一気にやりたいけど、チャージしてなかったのが。地道に削るしかないね。それでも比較的簡単にやれるからな。 HP はそこまでではないんだよね。じゃあまた先に進めないとも。ちょっとこいつは面倒かも。この火を吹いている間はどうしようもないし、チャージショットも一発じゃダメだし、そのあたりは進行のテンポを悪くしてるとも言えるな。一発じゃなくても続けて攻撃できる方法があればいいんだけど。となるとほんと時間を止めたかったところだな。それが効いたらね。まあおとなしく順番に倒していくよ。場合によっては早送りも考えていいかもな。できるだけ高速で行きたいけど。というか動画はテンポが重要だからな。それは重々承知。後々だよね。この動画もすごく訪れしてたから直してから編集してるし。訪れはな。見てるのとずれると気持ち悪くなるんだよね。まあ直しがならいいな。できるだけ合わせたつもりだけど気持ち悪くなったらごめん。まあ今まで放置が多かったから少し進歩だが。まあ編集しながら気になるようだったら途中でまた見直さなきゃ。そうだな。でゲームの方だけど、なかなか先に進んでないな。やっぱり敵の処理に時間がかかっちゃうんだよね。攻撃力強化もなさそうだしな。そのうち攻撃力アップの精霊も出てくるんだろうけど、また探すのが大変だな。でまた時間がかかりそうな敵が背後に回ればチャージ一発なんだ。ダメージ覚悟で背後を取るっていうのも実際はありなのかも。その戦法もなくはないな。といっても防御力も何とも言えないからまだその選択はしないね。いて、図らずもそうなってしまったな。フォークブって、位置とタイミングがやっぱり難しそうだな。こっちの動きはゆっくりだしね。部屋の上にもいたな。これはなんとかなるかな。弾を見て避ける空間もあるしな。放物線も上に出すしかなさそうだし、こういう敵は下にいた方が安全そうだな。直接は無理みたいだしね。でこれは HP の上限アップアイテム。村でも売っていたな。確か5000だったと思う。高いよね。まあ安売りはしないだろう。後半になったらそれほどでもないかもだけど。で右の方は、で戻るのか。いや、ちゃんと処理しようと思って。で他にもいるのか。いた。無理して構わなくてもいいんじゃないか。さすがにあの下に行くのは面倒だから。まずは回復か。取れる血に取った方がいいしね。で右は無視して先に行こう。まだしばらく敵が出そうだな。またあの生物。ちゃんと足元見ないとな。ついて怒られてしまった。まあ大したことがないからいいな。ちゃんと自分を見ないとダメだね。シューティングだと基本だな。ただこの先の敵次第では予備動作に注目しないといけない場面も出てくる。そうだね。こっちの動きがゆっくりだから、攻撃してから動き始めたら避けられない場合も出てくるだろうし。で、こういうのもその一例だな。そうだけど、こいつは本当に面倒。無視して突っ走るのか。なんか面倒になってきた。雑なことをすると積んでしまうぞ。そうならないようにはするよ。倒しやすいのは倒して、それ以外は逃げるぐらいだけど。お、また石碑。石碑には走る少年の面影を追いかけ、その守りを守ろうと書いてあった。守りを守ろうって、もともとなんて書いてあったか次第だが。まあ起動させればわかるか。
どんなだろうな。さすがに3体目だしちゃんと集めてから行かないと。まずは右上のところから。そこは大丈夫だな。このまま右に行く感じだね。出戻って左上だな。と思ったら芝が。時間制限がないから落ち着いてやれば大丈夫だろう。そこは救えだね。じゃあ今度はさっき行けなかったところに。足場は必要だな。これで3つも大丈夫かな。で次は上に行けば。その次は左のか。いい感じに行けてる。でさらに左のところ。トゲに気をつけてな。ここも余裕。あと2つだ。右下はリフトが降りるの待って。行けるね。あと1つは右下に見えるな。つぼみがあるところか。探している間にタイミングを逃したな。時間制限ないから大事だ。ボンミスだな。まあそれでも最後のは分かってるからすぐ行けると思う。ここからならこのリフトで行けそうだしな。これで最後。あとはアイテムを回収だな。ちょっと遠そうだな。これなら上から回っていった方がいいか。いきなり加速か。大体ギミックは見てもらったしね。アトリフトも何気に時間かかるしな。どうしても街になりがちだし。バスッとカットという手もあるが、私としてはできれば使いたくないな。一度行ったマップはカットとかならわかるけど。そういうことならそれでいいと思う。面倒だけどね。よし最後着いたな。ちゃんと8つ集めてきたから大丈夫なはず。目の前にかの少年のスケッチブックが現れた。しかしスケッチブックはやがて消え、恐怖感や絶望感がキラを襲った。今度は何を見せてくれる。恐怖感とか言ってたな。未知の力が全てを巻き込んだ。空にあまたの傷口が裂かれた。地鳴りが起こり砕けた石があちこちに飛ばされ、そして力が抜けたようで散っていた。少年は知っていた。これが自分にどうも太刀打ちできない力であると。スケッチブックだけは守らないと。その幼き体でスケッチブックをかばおうと必死になっている。これで少年の記憶も3回見たことになる。もうそろそろ終わりそうだな。夢に見たものが崩れた鏡の中の世界といかにも似すぎて、キラはまるで自分を見ているような気分に陥った。そうなの？この少年がキラって可能性も出てきたな。その可能性はなくもないけど、そもそもキラが記憶なくしてるって設定もない気がする。そういえばそうだったな。でも記憶を持ってたらこんな感じではないんだろうけど。そのあたりの背景はわからないな。鏡が割れて閉じ込められてからの状況しかこっちはわかんないしね。そうだな。でまたここでセーブができる。イベントを3回やってセーブポイントか。次あたりなんか来そうだな。確かにタイミングとしてはそんな感じだね。今は敵もいなさそうだし少し探索しよう。いかにもこの上には何かありそうだしな。ジャンプの仕方は気をつけないと。まあ今は下にトラップがあるわけではないが、いつかはそういうのも出てくるだろうし。でここは、お、ミラーエッセンスか。これで4つ集まった。村に帰ったら孵化させられるな。もう左はなさそうだね。今度は下の方から左に向かう感じだな。まだ続くのか、それともボスか。まあイベントの可能性もあるな。そうだね。これは石碑となるとイベントか。石碑には少年の友情がここに眠ると書いてあった。雰囲気的に最後かな。そんな感じがするな。これは少年の影。何個集まってきた。形になりそうだな。手弾けた。何かが起こるぞ。そりゃそうでしょう。破壊って私たち。これはボス戦じゃないか。またいきなり。というかそんな雰囲気は察していただく。
そうだけど、出どこを攻撃したらいいんだ。目玉か。いた。まずはおとなしく攻撃を見た方がいいだろう。また避けづらそうな。まだパターンはありそうだな。いて。地面の叩きつけか。殴ってくるのもあるな。で、こっちもダメージを与える方法分かったよ。ジャンプ。合わせるようになったな。とりあえずこの巨人についてる石を壊せばダメージが取れる。で、これは男子と時に上に行けってことかな。登れてる子孫のようだ。じゃあこの石を全部潰せば倒せるってことか。おそらくな。いた。落ち着けばそんなに難しくなさそうだな。ジャンプもこっちもすぐに出ないんだよ。あ、これは地面からの攻撃に当たり判定。どうも動き始めてから避けるのは難しい。いいようにやられてしまっているな。これは予備動作のタイミングで見極めない。いた。どうやらやられてしまったようだな。そこまで強くなさそうなんだけどな。なら早速片付けてくれ。了解。あ、いて。あとちょっと。欲しいところまで行ってるのにな。今度こそ。何回ぐらいやったんだ。10回ぐらいはやってるかも。ならもうそろそろ行ってほしいところだな。まあでも相手の攻撃にも慣れたし、こっちも効率的にダメージ取る方法も分かったから。ならその成果を見せてほしいところだ。まあこうやって喋ってるからね、十分見せられると思うよ。まずは開幕周行。これがいいってことか。チャージショットは時間かかるし、あとかわした後にも置いて、ここでも設置。時間差で発動か。こいつの使い方が分かってきたよ。デジ面の叩きつけもちゃんと避けられてる。これはダメだ。どうも物向いてる方が地面から出てくる。変に画面端に逃げるのは良くない。パンチは指動作をちゃんと見れば。いい感じだな。さすがに何回もやってれば。ここも連続ジャンプできないなら時間を稼いで。このタイミングで一気に行きたいところだな。連続は無理だから通常ショットも込みながら。だいたい半分ぐらいは来た。いて。どうもどっちで殴ってくるかの見極めは難しそうだな。確かにここまで見極めできてない。ちょっとジャンプが中途半端だったな。これはボンミス。これで右腕は。やば。あの岩は位置取りが重要そうだな。発生したらどこに移動するか決めないと。しかし残りは高い位置にあるな。崩れるのを待つしかないね。いて。出待ってたチャンスが来たぞ。ここで2つは破壊したい。一番上のは破壊できたな。だね。残りは2つ。確実にかわしてチャンスを伺いたいと思う。さすがにここからやられたくないな。よし、あと1つ。今のはちょっと危なかったな。ちゃんと場所を移動しないと本当きつい。パンチも本当怖いな。本当予備動作が分かりづらい。風っぽいのを見極めればいいんだろうな。それは編集してて気づいたね。本当ここからでもやられそうだな。でもこうなったら大丈夫。というか一番上壊れてないな。なんとかここで終わらせたい。やった。かなり苦戦したな。見極めるのが大変だったね。キラも疲れたようだな。こっちもかなり疲れたよ。今まで詰めたアイテム。また記憶か。孤独な巨人が地面から現れ、背筋を伸ばし少年を体で守った。落ちた鋭い石が次々と巨人の体に刺さり、少年はそのおかげで無傷であった。この災難はやがて収まり、少年は驚いた目で巨人を見つめていた。巨人は無言で立っていた。彼はその聞き慣れた故障を待っていた。怪物であると。
少年の口から巨人が思わなかった言葉が叫ばれた。これは怪物って言われると思ったらすごいだったからか。まだ巨人は生きてるようだな。というか普通に会話できるの。ならいきなり戦闘にしなくてもよかった気もするが。で選択肢か。このトゲはさっきの記憶の中に出てきたやつかな。この話だとさっきのは結構前のもののようだな。記憶の中のトゲと一致してると確定じゃないけどそうなんだろうね。で巨人の名前だが、ミミルリンなのかミミルの森なのか。まあこれも翻訳途中で迷ったんだろう。おそらく少年とこの巨人は昔ここで過ごしていたんだろうな。この感じだと途中あったキライコール少年はなさそう。やはりここまで来た人間はいなかったようだな。一応少年は除外ね。ただなんか誘い込むように仕向けていた気もするな。どうなんだろう。この花畑は巨人街としたものではないみたいではあるが、どっちなんだろうね。ここで願いか。とりあえずここから出たいってのはないね。結局狂霊の女王様に行けって言われたのが大きいかな。この感じだと前にも聞いたということか。そうなるよね。そういう考えだからここまで来れたと言ってるみたいだな。いやいや、来るだけならそんなでもないと思うけど。途中に会話があったようだが、カットしたって意味じゃないよ。とりあえずここに至るまでに起きた話を耳にした感じだな。それで次にすべきことを教えてくれるかな。その前にキーワードが出てきたな。彼女って。いや、今も十分おかしい。どうも彼女のせいでさらにおかしくなったか。なるほど、良い人にも取れるし悪い人にも取れると。確かに百聞は一見にしかずだからな。で今度は時計塔に向かう感じか。そこに何があるかだが、まあそれも行ってみないとわからないよね。というか彼女の家らしいぞ。じゃあそこで何か手がかりでも見つかるのかな。精霊の意志とやらもあるかもな。ミミルは名残惜しそうだね。ずっと誰もたどり着けなかったわけだしな。こちらこそ。じゃあまた会いに来るね。さすがに普通に話してればな。口調がコロコロ変わって面白い。お、なんかくれる。新しいアビリティあたりならいいが、この雰囲気だと精霊っぽいな。じゃあ調べてみよう。精霊だったな。ならあとはパッシブ効果に行きたい。ダメージ軽減とかつきそうな感じはあるが、もう動けるかな。大丈夫そうだな。でさっきの精霊、敵のノックバックか。うん、どうなんだろう。フィーバースキルは良さそうだが、とりあえずセットしてみようか。まあこれもやってみてどうかだな。じゃあ進んでいこう。とりあえず消えずにここに留まり続けるんだね。いきなり回想か。少年がおじいちゃんになってる。なら何十年か一緒にいたみたいだな。その間何してたんだろう。まだ続きがあるな。キラに変わった？もしかして消えるのか？
これは手にできるやつ。強霊の一族の時空扉が起動された。森の秘境まで転移できるようになった。せっかくダシ村に戻ろう。ここに戻ってこれる保証はないぞ。まあそこまで大変じゃないと思う。アトミラエッセンスを試したいのもあるし。そういえば4つ溜まってたな。一応ファストトラベルも確認。どうやら戻れそうだな。名前だけだとどこかわからないけど行けそうだね。じゃあエッセンスの負荷に行こう。意外に察しがいいな。確かランダムだったね。これで何が出てくるか。セーブしてやり直すなんかもできそうだな。さて当たりなのかな。至近距離でかわすと変わるが。キラがかわしてくれるようになればいいけど。まずは内容を確認だな。さてさて。パッシブで30秒おきに弾幕を破壊とあるが。それってどうなんだろう。まあフィーバースキルのトラップのおダメは悪くなさそうだが。とりあえずセットしてみるか。まあ使ってみないとわからないしな。そうだね。じゃあセーブして終わろう。今回初めてちゃんとセーブして終わるな。でも結局メニューからしたゲーム終了ないけどね。あとせっかくここに戻ってきたから、次回は魔のマップの探索にしよう。それでいいかもな。